日本はこれだけ成長したっていうのはテクノロジーっていう問題があって、だからそれはものすごく進化してるんだけど、一番肝心な計算していろんな数字を計算してものを作っていくことはある程度みんな勉強とかできることなんだけど、その何かを聞いたりとか見たりとかして感じることは誰も教えてくれないんで、そこをもっと鍛えないとダメ。日本人それを置いてきぼりにしちゃってきてるんだけど、テクノロジーばっかり一番人間として感じたものを忘れてる。だからこうずれてしちゃって、それをアメリカのヒップホップの人が赤いのを思いっきり使ってるすごい悔しかったし、昔トライブコールドクエストをインタビューしたり聞いてるって言った時が、なんでそんなにサンプリングの取り方がうまいんだみたいな、日本の製品じゃん、もうそれ畜生悔しいみたいな。だからそんだけ揃ってるからもっともっと頑張っていきたいな。これから出てくる新しいサンプリングが期待してるし、そんだけ揃ってるわけだから、それをみんなにいい方とかいろんな国の人に聞かせてあげるべきだと。負けたくない。負けるか、勝ち負けじゃないけど、なんか俺らに。